やっほー、まだおちゃんです。ザ・フォレスト攻略解説やっていきたいと思います。今日やっていくのは、探索していく上でクラフトすべきもの、パート1です。探索していく上でやっぱ効率的に進めたいじゃないですか。そうなった時に、あったらめちゃくちゃ、助かるクラフトすべきものを今日ご紹介していきたいと思います。素材にウサギの皮、イノシシの皮、ロープ、布たくさんいるんで、今からちょっと取ってきます。あ、待って、これ待って、これやば、お前ウサギちゃうやんけ。ウサギどこじゃないんやけど、来た、しゃー、来た、来たー、よっしゅい、出てた。もうやられる前にやるしかない。ボケが、イノシシをゲット。イノシシはマップの上の方に生息してるので、今回はこの辺で見つけました。来たー、ありがとうございます。ラッキー、ちょ、今こんどいだよ。あ、欲しいだけ、バイバイ。では素材が集まったのでクラフトをしていきます。まず最初に作っていくのは棒を入れる袋ですね。この木の棒ね、所持数が最大所持数アップする袋を作っていきます。ウサギの皮を1枚と、ロープを2個と、布を3枚。これで、できました。次に作っていくのは、ウサギの皮を3枚と、ロープ1個。これで、矢筒、できました。これで、矢の所持数、弓矢を格納することができます。矢の最大所持数も30から50にアップしました。弓矢はね、本当かなり使える遠距離武器なので、弓矢もね、たくさん持てた方が助かりますよね。三つ目、作っていくのは、イノシシの皮を1個と、ロープ3つと、布を1枚。これで、じゃーん、これで岩袋ができました。岩の運搬量を増加できますね。建築の時にね、岩たくさん使うんで、すごく助かります。作っておきましょう。次に作っていきたいのは、ポーチなんですけど、これかなり今後重要になってくるクラフトなので、率先して作っていきたい。で、ちょっと違いを見てほしいのが、こういう木の実とか、キノコとかって、保存できずに食べるマークがしか出てないんですよね。これをポーチ、ウサギの皮2枚で簡単に作れちゃうんですけど、これを使うと食べるマークがこのポーチのマークになります。これを押すと食べるじゃなくて採取ができるようになります。こういう木の実とかって素材でかなり今後使うので、ポーチ早めに作って、見つけた木の実やキノコどんどん採取していっちゃいましょう。こういう食べるマークが出てたキノコも採取が可能になります。毒系のね、武器を作成可能になるので、かなり重要なクラフトすべきものです。最後に作っていくのが小さな岩の袋ですね。ウサギの皮1枚とロープ1個。これで、できました。小さな岩の袋ですね。小さな岩は、このスリングショット用の小石を入れるための袋だね。スリングショットっていうかパチンコみたいな感じ。これの最大所持数が10から25にアップします。探索していく上で、クラフトすべきものを5種作っていきました。便利になっていくものばかりなので、率先して作っていきましょう。ではでは、今日のところはこの辺で。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。